はい、こんにちは、たかしです。昨日ですね、ほら例の高橋正樹塾、変な名前のやつね、で YouTube で、告知をさせていただいてですね、で今日は今度続いてメールマガジンでも同じ内容のものをパッと、午前中にねまず、お送りをさせてもらいました。そしたらですね、まあ嬉しいことにもうパラ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 お申し込みを入塾のね、いただいたりとか、あと来月から来ますとかね、あといろいろご質問とかですね、もうそんな動きが始まってきてます。いや本当にね、もうありがとうございます。で改めて僕あのインターネットってやっぱりすごいなというのをなんかあの実感しているというかですね、いや本当にすごいですよインターネットって。でね、これもあとねもう全然違う話なんですけど、腰、昨日のその YouTube の中であの治るかもしれないなんて言ってたじゃないですか。そしたらね、とんでもないです、昨日ねマックスで腰痛くなっちゃって、もうぎっくり腰の一個手前、もう動けないぐらいにあの後痛くなってですね、まあやばかった。でも今日はね、少し楽になりましたね。なんだろう、まあ疲れが溜まったのかね、ちょっとわかんないですけど、ちょっと腰思いやっていきたいと思います。でね、ちょっとまあごめんなさい、話がそれちゃった。で、まあインターネットの力すごいですよみたいな、まあ、ところなんですけれど、あともう一個その告知をした時にね、嬉しいコメントの一つで、サンフランシスコに住んでいるあのケントゥーン Vlog っていうのをこうチャンネルを運営されているあのケントさんっていう方がいらっしゃって、で僕その人の YouTube って結構楽しくてあの拝見してるんですよ。こんなの言うのね、こんなこと言うのもあの YouTube の中で僕初めてなんですけれど、そしたらねその人が来月の頭に東京に来るんですって。で、ミートアップしますと、あのファンクラブの会うやつですね、ファンミーティングっていうのかな、オフ会みたいなやつで、あこれはちょっと会ってみたいなと思って、僕ねギリギリだったの、それ気づくのが遅くて、最後のもうね締め切りの日に申し込んだらスレスレ OK みたいな、そしたらまあコメントくださって、ねお会いしましょうなんていうコメントくださってたんですけれど、いやなんかね嬉しいですよね。今度こう YouTuber 同士でこうつながっていったりとかね、ちょっとこうファンクラブで見てる人の、そういうミートアップに行けるっていう。でケントさんはね、あのあれですね、あの多分ね僕の YouTube 見てる方で結構知ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、あとあのそのケントさんのお友達であのドリキンさん、いろんなこういうねガジェットだとかドローンだとかっていうのを楽しくね、日々カメラネタかなっていうのをやってらしたりとか、そういう方で、そのラインでトップ YouTuber のカズさんとか、あの人なんかもねよくなんかみんな福井、あの人福井だったかな、からとかサンフランシスコとかね、ドリキンさんもあのどこサンフランシスコだかなんかあっちの方に住んでる YouTuber の方ですけれど、まあ集まっちゃなんかご飯食べたりなんかこうされていて、いつもねその YouTube 動画見ててね、あ楽しそうだなとか思っててね。でもインターネットの中ってどんどんそんな風にこう輪が広がっていって、で僕の今回の塾の告知でも、そういうね僕のチャンネル見てくださってる人たちが実際にこう集まってきてくださったりとか、あと普段定期的に行っているインターネットの集客セミナーとかも YouTube をされてる方とかね、そういう人たちももうパラ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 こうなんか集まり始めてくれていて、なんかこうね面白いそのなんかコミュニティみたいなのができるんじゃないかなみたいなっていう、ちょっとねこうワクワク感というか予感がしてます。いやインターネットすごいっていうか、
インターネットすごいし、この YouTube やっぱりすごいと思うしね。いや本当に楽しいなみたいな、もうそれに尽きるんですけれど、でね、その話も今お話ししたかったのもそうなんですが、でさっき YouTube でまず告知をして、ね、メルマガで告知をして、そしてあと Facebook とかにも今出してるわけですよ。そうするとそれぞれね、みんなその見ているその媒体っていうのがそれぞれの人しかみんな違うんですよ。お気に入りの Facebook 好きな人は Facebook を見て反応してくれたり、メールマガジンを SNS は見に来ないけれどメルマガ送ったらそれで反応してくれたりみたいなね。だからやっぱりね、 YouTube だけでもダメだし、 Facebook だけでもダメだし、インスタだけでもダメだしみたいなね、まあ影響がありそうなものっていうのには同じことをこうお知らせ出しておくとやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに改めてね思いました。ということで今日はね、まあ、これからホームページの、セミナーがあって、で夜はねまたちょっと懇親会みたいな感じでねお食事会があるので、まあ、それもちょっと楽しみだなといったところです。で今ねこれからそれ以外にもあといくつかプロジェクトが動こうとしていて、まあ追ってねいろいろちょっとご報告をしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。でははい、これからねホームページのセミナーがスタートします。やばい、こんな格好してるとね腰が超痛い。ありがとうございます。じゃあちょっとアプリ行って帰りましょう。大丈夫です。新しくチャレンジ。じゃあ蕎麦屋行ってみます。新しいこれ、よいしょ。あ、すいません、これ なんでこう2人分みたいになってるんですか。2枚でしょ。ありがとうございます。後ろいいですか。